おはようございます。笠木正義です。本日はですね、12月の25日ということでクリスマスでございます。クリスマスの日にですね、収録を行っております。というわけで、まあ、クリスマス特集というと大げさなんですけれども、まあ、ちょっとね、企画もんでまったりとですね、2021年を振り返ってみたいと思います。最後までごゆっくりとお付き合いください。それでは参りましょう。ヤジウマストリートパイロット版第22弾始まります。ヤジウマストリートのテーマミュージックでございます。少年の夏は今、少年クラブの皆さんのライブバージョンに乗りましてですね、スタートいたしました。ヤジウマストリートパイロット版の第22弾ですね。すでにね、お気づきかと思いますが、いつものね、サムネイルとちょっと違います。いつもはね、もう1枚のサムネイル、ちーちゃんが作ってくれたヤジーくんっていうね、キャラクターが入ったサムネイルでどんなお話をしましたよっていうのを、まあ、書いてるやつをですね、ずっと固定で流してたんですけれども、まあ、今日はクリスマスやということもございましてですね、まあ、ちょっと動かしてみようかなというふうに思った次第でございます。任天堂のね、スイッチの集まれ動物の森、まあ、いかがでしょう、皆さんご存知でしょうか、まあ、知ってるか。それでね、作りました、スタジオでですね、収録していると、そういうイメージでございますね。なかなかね、それ作るの大変やったんですよ。まあ、一応僕が喋ってるという気持ちなんですが、ご覧いただいたら分かるように、ライブ若作りですっていうか、これ任天堂の DS の問題ですが、年いったキャラ作られへんのですわ。なのでドラザ様もお若いよという感じのサムネイルでですね、まあ、マイクの前で喋っているというスタジオでお届けしているという感じで聞いていただければなというふうに思います。ということで、ヤジウマストリートパイロット版の第22弾はですね、今回は今年の2021年をまったりとですね、まあ、振り返ってみたいなというふうに思っております。最後までどうぞごゆっくりとお付き合いをくださいということで、まあ、2021年、もう師走でございますけれどもね、もうぼちぼち今年の重大ニュース的なものが、発表されてくるかなと思うんですが、まあね、まだ発表みたいなものはないんですけれども、読売新聞が一応出してます今年のね、日本の主要なニュースというものの中からですね、まあ、月1個程度ご紹介できればいいなというふうに思ってるんですけれども、まず1月に何があったかというとですね、箱根駅伝、駒大が逆転 V ということやったんですね。まあ、箱根駅伝ファン多いですよね。そのニュースでございますね。それともう1個はね、大学入試共通テスト初実施っていうニュースなんですけど、大学入試センター試験の後継として初めて実施される大学入試共通テストが16日始まったと。新型コロナウイルスの影響で複数の日程が設けられ、約50万人が志願したということなんですけど、これね、今のね、もうテスト制度を正直言うてね、よう分かれへんのですよ。ただね、なんか今回の大学入試共通テスト、なんかね、ようニュースになってましたよね。
確かになんかね、目玉ってなるのが英語の試験で、英語の試験にあの民間のねテスト、確かにトイックやったかな、何やろ、英検かな、トイックかな、みたいなものを導入するっていうことがなんか鳴り物入りで言われてたのが土壇場になってなくなったっちゅうな、ドタバタ劇があったように記憶してますね。なんか受験生の皆さんも大変ですね、そんな突然ね。リスニングとかね、僕らの時そんなんなかったですよね。あ、これね、ちなみにね、僕ってね、共通一次試験の2期生なんですよ。っていうか、共通一次試験って言うてももう皆さんわからはれんやろけど、でも、よう似とるよね。今のが大学入学共通テスト。僕が受けたのは、大学共通第一次学力試験っていうやつが正式名称やったんですけどね、今どうなってるんですかね。僕が受けた時はね、あのいわゆるね、5教科7科目ってやつですわ。国語と数学と理科と社会と英語ね。でそこであと選択が、理科が選択ができるんですよ。何やったかな、科学と生物やったかな、あと社会も選択ができるんですね。多分ね、歴史と地理やったと思いますわ。多分ね、もうよう覚えてへんねやけどね。それでね、5教科だから受けるテストは5個やったんですよ。1日目が3個で2日目が2個ね、やったかな、忘れたで多分1000点満点、1教科200点やったん違うかな、よう覚えてないですけどね。でね、これ今もどうなんやろと、今もそうなんかもしれないですけどね。要はね、当時はその結果は教えてもらわれへんのですよ。要は5科目受けます、で1000点満点ですっていうのは分かってんやけど、それをね自己採点して、でそれでなんていうかな、二次試験っていうの、二次試験って言うたら、まあ言うたら本試験にをどこを受けるかっていうのを決めるっていうね、そういうやり方やったんですよね。だから僕らの先輩から始まってっから、僕よりも二つ上の先輩、二つ上の先輩はその共通がどうのっていうのは関係なくて、まあ、例えばこれ、まあ、国公立用でしたからね、僕らの時は。だから、京大受けた人は京大で、何個でも受けたんです。京大の法学部、経済学部とか、まあ、多分ね、国立って日程が一緒やったと思うから、そんなダブルで受けられへんかったかもしれへんだけど、結局、自由に受けれたんですよね。阪大でも、ね、別に神戸大学でも、東京大学でも、自由に受けれたんが、その僕らの一個上の先輩から、この共通一次は必ず受けなあかんようになったんです。僕は国公立行きたい人はね。で、国公立行きたい人は、自分、いや、共通一次受けて、で、採点はね、自分でするんですよ。だから、問題用紙は持って帰ってええから、問題用紙に、回答用紙に書いたんと同じ答えを書いて帰って、それで多分ね、次の日かなんかの新聞に答えが全部出ますみたいなんで、自分で点数合わせして、あ、例えば自分何点やったから、これやったら、京大行こうと思ったけど、京大無理やから、ちょっとどこどこの大学行こうかとかね、まあ僕らそんなレベルは全くなかったですけどね、で、どこどこ行こうかっていうので二次試験を選んでたんですよ。だからね、僕らの時2回目やったから、要はね、そのことがよう分かっとれへんかったやつおってね、その、問題用紙に、どれに自分が答えしたかっていうのを書くの忘れて帰ってきて、俺何点かよう分からんいうやつね、結構いてましたね。そんな、だから、今でもそうなんかな。だからあれ不思議なシステムでしたよね。自分何点取ったか知らんねんけど、みたいなね。で、一次、共通一次とその二次の本試験ね。例えば、京大受けたら京大で受け。これはもう普通に京大の試験でしょ。で、この二つの合算で合格が決まります、みたいな制度やったと思うんですよね。ただね、唯一僕らみたいにちょっと頭の弱い人から歓迎されてたのは、全問題マークシートやったんですよね。だから全問題マークシートっていうことは、とりあえず分からんかっても答えれるっていう、このメリット。
あったんでね、まあ僕らあのアホ業界の間では非常にええテストやっていう喜びがね、これがあの記述式やったら分かれんかったらもう何にも書けませんからね。だからもう要はありませんよ、その英語のテストでも半分以上分かれへんかったから何にも書きませんでしたとか、数学のテストで半分以上意味分かれへんから何にも書けませんでしたとかね、そんなんようありました、昔僕らの時ね。まあそういうことがなくなったということで喜んだという記憶がございますね。まあそれとは全然違うと思いますが、新しいまあ入試制度が始まったっていうのが1月っていうことですね。で、2月に入りますと、新型コロナワクチンの接種が始まるとか、大坂なおみ選手が全豪オープンね、全豪オープンで勝ったとかですね、菅首相長男の接待で総務省が11人処分とか、まあ、ぶっちゃけて言うと明るいニュースは、この大坂なおみ選手の、ね、ニュースは良かったなとは思うんですけれども、ちょっと僕がお話をしたいなと思うのはこの新型コロナワクチン接種開始っていうやつですね。これ未だコロナは落ち着かないですよね。また最近はね、オミクロンとかいう新しい株が出てきて、ほんでまた、大阪やとか京都やとかね、東京とかで市中感染っていうね、海外渡航歴のない人が移り始めたみたいなんでね、世の中を騒がしてますけどね。ただどうでしょう、最近ね、そうなんか亡くなった方がたくさんいらっしゃるとかね、重症した人がたくさんいるとか、ニュースで言うてんのは陽性やった人がなんか20人出ましたみたいな、そんなことばっかり言うてんのね、もうなんかこれもね、なんかええ加減もそんなこうどえらい伝染病みたいにね扱うのはまあやめてほしいないう気がするんですよね。これ多分ね、今はその無症状でも陽性になった人はピャッ多分病院に入院せえ言うてね、あの部屋が空いてるところであれば病院に入院してください、それで隔離ですと、でしばらく我慢しとってくださいよと、で2週間経ったらまああのそれでもう大丈夫ですみたいな、きっとことになってるんでしょう。でもなんかね、それようそれで医療切迫ならんな思いますけど、なんかおかしいよね、そんな症状ないけど陽性やから入院って、なんそんな人はまあとりあえず家で寝とってと、それでね、なんか急に体調変わったらとりあえずあのね、なんか救急車呼んでくださいみたいなことにしたらええやろうなと思うんやけど、どうなんです、もうぼちぼちインフルエンザと同じ扱いしてええんちゃうかなと思うんですけどね、どうですか。なんかね、そう思うとね、やっぱりちょっとね、テレビとかがこうなんか怖さを煽りすぎっていう気しますよね。っていうかね、もともとそういうね、風邪は万病のもとやとかなんか昔から言うわけやから、風邪って怖いんですよね。結局コロナも言うたらそのね、風邪なわけやから怖いのは分かってっけど、せや言うてね、みな入院さしとったらそらえらいことになりますせ、そら。だからね、なんかこう過度に怖がりすぎてるっていうか、っていうかね、世の中の人は大体だんだん怖がり方分かってきてるような気もするんだけど、なんかね、マスコミがね煽ってるようなね気がしてしゃあないんですよね。なんかね、適度な怖がり方いうのをこうもっと言うたええのにね、テレビでね、なんかがあんのですかねと勘ぐりたなりますよね。もうとにかく熱出た家で寝とってくれみたいなね。ほんでちょっとしんどいと思ったら、この時は遠慮せんと救急車呼びなさいみたいな、こんなん普通ですけどね、それで僕ええと思うんやけどな。なんかちょっと怖がりすぎっていうか、怖がらせすぎでもね、ような気がしますよね。あとはね、もうマスク、もうね、なんかマスクをしなくて良い世の中って想像できへんやけど、なんか嫌ですよね、マスク。僕ね、もういや今やからもう当然のことながらエチケットとしてねしてますけど、僕ね昔からもこう息苦しいのが嫌いだからね、マスクしたことないんですよ、このあらかた50何年間の自分の人生の中で。
ねえ、せやのにもうなんかこうマスクしてへんだけでこう犯人扱いされるみたいなね、なんかよう聞くじゃないですか、あのマスク警察みたいなね、おばちゃんいてるみたいな、あんたあんな鼻出してマスクしとったら意味あるんやないか言うてね、なんか電車の中で言われるとかっちゃな話は聞きますけどね。でもなんかもうほんまマスク取れる日来んやろかって思いますよね。でもやっぱりこう、なんかネットを見てるとね、そのマスク自体がもうあんま意味ないというかね、もうそんな菌なんかあのマスクの網をバッカン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 通ってますよみたいな話も聞くしね。でもなんか義務付けられてるしね、なんかこれ誰かこう払拭してくれへんかな。なんか以前ね、夏場ですよ、ニュースでプールでねマスクしてる子供らいてましたよ、学校で。そらあかんって。でも濡れたマスク口に当たったら逆に拷問みたいになるっちゅうに息苦しいって。なんかおかしいよな。なんかとりあえずここだけは穏便にしときましょうみたいなね、せやからマスクだけはしときましょうみたいな、なんかねもうそういう風潮があんのかな。もう早くこうね元の世の中に戻ってくれればいいなというふうに思います。で続きまして、3月はどんなことかというと、ゴーン被告逃亡。うわー、こんなニュースありましたね。もう忘れましたね、もう3月のことやったんですね。なんか関空からバッグかなんかにの中に入ってチャーター機乗ったみたいなニュースやってましたね。あと春夏甲子園2年ぶり開催と、もう一つは俳優の田中邦衛さんが亡くなったというのが3月のニュースなんですけれども、春夏の甲子園2年ぶりに再開っていうことですが、まあ、結局これもコロナのせいですよね。それはね、高校球児の人たちはね何よりあった方がええわけですよね。だからまあまあその、観覧にね制限があったりとか、するでしょうけど、高校生のことを考えればね良かったなというふうには思うんですけど、ただね、なんだろうな、この例えばこう甲子園名物ね、高校野球名物って言うと、あの応援団のブラスバンドの演奏じゃないですか、パパパパパパーイエーイみたいなね、あれで盛り上がるんやけど、結局ねブラスバンドの演奏は中止なんですよ。それはわからではないよ。それはトランペットとかクラリネットとかね、要はこう吹いて鳴らす楽器が多いわけですからね。だからなんや、飛沫が飛ぶからやろうと思うんやけど、あの応援は中止。ねえ。で、その代わりね、何がこう、でも、甲子園でやってるんですよ。外でやって。それも甲子園言うたら、浜風が強いからホームランになるとか言われるぐらい、まあ言うたら、もう超換気がええとこやねんけど、そのね、ブラスバンドはアウト。ね、飛沫飛ぶから。ほんで、どうしたか言うたら、学校で録音してきてくれと。応援の曲を。で、学校で録音してきた曲を、応援のそのね、パパパパパパパーン言うやつを、その会場で流しますと言うたわけですね。ほんまにこれ、高野連、頭おかしいんちゃうかと思いますよね。そのね、学校で録音ってな、こう、あんたら、その学校の教室でトランペットやとか吹いてる方が換気行き届いてると思うとんかいっちゅう話ですよね、これ。だからもうアホすぎるでしょ。もう、なんちゅうんかな、これもう要は、甲子園でさえ何も起きなければ我々は責任を負わないんだよねみたいな、もう露骨にわかるでしょ。そんなもん教室でやらそうがよっぽどわかんやろうと思うんですけどね。そういうことやったみたいですね。なんか見え見えですよね。これでね、もう一個見え見えで言うとね、感染対策のためっていう理由でね、入場料がね高かったんですって。まあ、ひどい話やな。まあ、高校球児にはええけどね。高校球児にはもう良かったとは思うけど、なんかもうこの大人の事情みたいなの、なんかこう、嫌さがね、見えたような気がしました。ということで、2021年の1月から3月のニュースを振り返りました。
ヤジウマストリートパイロット版。はい、ということで続きまして、ヨガって言って4月4月のニュースなんですけれども、4月に何があったかというと、脚本家の橋田壽賀子さんがお亡くなりになったということですね。ゴルフの松山さんがマスターズ優勝と、福島第一処理水の海洋放出が決定をしたということですね。日米首脳会議で台湾問題が明記されましたよと、その他に、菅首相が温室ガス 46% 削減の目標を発表みたいなね、なんかこれもマジかよみたいなニュースですけどね。まあその中でちょっと取り上げてみたいなと思ったのは、このね、ゴルフの松山英樹選手のマスターズ優勝ですよね。そのマスターズと言うたら、まあ僕ゴルフやらんのですけど、まあ何回かコースは回らせていただいたことありますけども、この話したら長くなるからしませんけどね。まあでも僕、その僕でもね、やっぱゴルフ界最高の大会やいうことぐらいは知ってますよね。だから優勝したらね、どんだけ権威があるかいうのを分かります。それをね、まさかのアジア人、まさかの日本人が取ったんやからね、これはまあもう絶対的な偉業やしね、本当にもう松山選手嬉しかったと思うし、日本人としても嬉しいですよね。で、その模様はね、当然テレビなんかでもたくさん映像で流れたんですけど、これね、僕よく覚えてるのはね、ネットでね、その松山選手が優勝を決める最後のパットをしたところで、まあまあ普通ニュースは終わりますけどね、その後がですね、ネット上でもう大反響があったんがよう覚えてるんですよ。そのね、大反響があったんが、そのどういう動画やったかっていうのをね、一応口で説明しますとね、口で説明すると、その絵思い出しながら喋りますけどね、このね、松山選手がもうこの一投を決めたらもう優勝ですっていう最後のパットをパーンパカーンと打って、わー決めるわけですよね。そしたらもう大観衆からドワー握手があって、まあ松山選手がまあ帽子を取って、まあボール取ってね、お礼してっていうところで普通終わるんやけど、その後、その話題になったのはね、キャディーの早藤さんっていう方がいらして、で、キャディーさんって最後はあの、ピンね、言うた旗を持って、それを行方をずっと見てはるわけですよ。ほんで、松山選手が最後の優勝の決定するパターを入れたっていう時に、そのピンを持ってホールに戻しに行かはったわけですよね。ほんで戻して、そのピンの、その旗ね、を刺して、で、そこで帽子を脱いでホールに一礼をされたんですよ。でね、その自然な姿が、日本人らしくて素晴らしいっていうのが、こう、SNS やね、ネット上ですごい評価につながったんですよね。これ日本人からすると、でも当たり前やとは思うんだけど、やっぱ外国の人から見ると、日本人らしい、その、ホールとかコースに礼儀を払うっていうのは、すごい行為に見えたんでしょうね。でもそう思うとね、その、日本のアスリートって、まあ、ゴルフのそういう選手もそうでしょうし、例えばもう野球でも、グラウンドに頭下げますよね。それこそもう、先ほどのね、高校野球の選手なんかも、ね、礼に始まって、礼に終わって、で、最後は、その自分たちの、試合をさせてくれた、もらった甲子園の土に持って帰るまでやるわけじゃないですか。ただ、そのような、結局ね、文化のない、こう、西洋の人なんかから見ると、こうすごい何やろ、神秘的な行為に見えたんでしょうね。こう、ちょっと前もお話したことがあったように思いますけれども、やっぱり日本は、こう、至るところに神様がいらっしゃいます、みたいなね。なので、こう、すべてのものに感謝をしましょうっていう、こう、日本独特の、こう、神道とでもね、いう心がね、やっぱある。からやと思うんですね。その前も言うたんですけど、やっぱり僕は神道っていうのは宗教じゃないと思うんですよね。神の道、要はこう日本人の心に根ざしてる、なんだろうな、奥底にあるものっていう、
気がするんでね、そういったものがこのゴルフのキャディのね、方にも当然のことながらあって、それが見ていたね世界の人から選手だけじゃなくてキャディさんまでホールに頭を下げたっていうことが評価されたっていう、なんか本当にこう誇らしいように感じたことでしたね。で、まあ当然のことながらそのね、そういう振動でありがたがってたから、いろんなものにありがとうと思ってたから言うて、松山選手がマスターズ優勝しはったわけじゃ当然ないですよ。もうね、多分ね、もう当然血の滲むようなね、もう鍛錬やね、努力されてね、それでその、早藤さんみたいな、こう、周りをね、サポートするスタッフのね、皆さんの協力があってこその優勝やというふうに思うのでね、本当になんかこう大いにお祝いしたい気持ちになったニュースでしたね。うん、なんかいい気持ちになったニュースでしたね。続いて5月なんですが、5月はどんなことがあったかというと、日本人宇宙飛行士が ISS から相次ぎ帰還と、そして愛知県知事のリコール署名偽装で逮捕者が出たと、わいせつ教員対策新法が成立しましたというようなことが6月にはあったんですけど、もうこれもね、一個ずつ言いたいことたくさんあるんだけど、まあ、その中でね、あえてこう、こう言うとですね、この、わいせつ教員対策新法っていうのは話なんですが、これね、どういうことや言うたら、性暴力なんかで、教員免許を失効した職員への免許の再交付についてなんですけど、これがね、なんかもうおかしいんだよね。都道府県教育委員会が可否を判断できるようになったっちゅう法律なんですよ。ちょっと意味わからないでしょ？これね、きっとね、新法が成立することで、わいせつ行為で懲戒免職になるなどした場合ですね、教員が再び教壇に立つことは極めて難しくなる法律になったらしいんやけど、これアホかみたいな話でしょ、これ。今まで、だからね、今までは、このね、もう例えばですよ。例えばっていうか、もうまあ露骨にそうやね。こういわゆるわいせつ行為してた教師が懲戒免職になっても、例えば場所変わります、何年か経ちますってしたら、職場でまた教師できたっていう話なんですよ。これはもう ありえへんっていうね、これ。まあ、まだね、まだ、なんやろな、その、教師懲戒免職やったら、他にもいろんなことはあると思いますよ。まあまあ、でも、まあやっぱ教師は懲戒免職になって復職はないわ。ましてや、わいせつ行為したやつが、もっかい戻ってくるって、ほんま、ありえへんよな、こんな。ところがありえたんですよ、今まで。まあ、これもう、なんちゅうかな、その、職業差別する気ないけど、もう世の中で一番やったらあかん人の罪やよ、これね。教師がわいせつ行為って。てかもう、こんなんなんやろ。心理テストかなんかで分かれへんのですかね。なんかこんなん分かるような気すんやけどな、こんなロリコンみたいな変なやつが教師になられたら困るよね。なんかこれなんかほんまなんかムカムカするようなね、まあだからそれをないようにしましたっていうのが今回のその5月に施行された法律なんやけど、それまではほったらかしやったんかいみたいなね。いや、なんか学校の先生言うたらこう、まあ言うたら聖職じゃないですか。まあね、その神様に使える職を聖職っていうわけですけど、なんかねえ、まあ過度なね期待を先生方にして差し上げるのもいかんとは思うけど、でもやっぱ聖職だよね。昔ね、ね、聖職の石踏みいうね映画があったんですよ。これね、結構ね記憶に残ってる映画でね、ちょっとうろ覚えなんでストーリー大手かどうか分からへんんだけど、これ多分ね実際にあった話でね、こうある地方の、校長先生がすごいこう高い教育理念を持ってはるんですよ。こう例えばこう山に登ること、この険しい山に登ること、苦労をね耐え抜いていくことが、その何て言うかな、
今後の社会に出るにあたってすごい勉強になるからみたいなね、そういう高い理念を持ってその修学旅行に子供を連れて引率して、その校長先生が行くんやけど、そこでね、自然の脅威に負けて結局生徒を遭難してですね、要は亡くなる子供たちが出てくる中で、その校長先生がまあ言ったら命張ってね、例えばそのサブガル子供さんにね、自分の着てる服全部脱いで着せてみたりとかいうようなことをして、生徒を守るがゆえにその校長先生がお亡くなりになって、その校長のまあ意思をね継いで、その修学旅行に一緒に行った先生やったと思うんですけど、その場所に二度とこういうことが起きないようにっていう、その校長の思いの石碑を建てるっちゅうな映画やったと思います。まあそれで生殖の石踏みっていうタイトルやったと思うんですけどね。まあ何やろうな、こうことの根本、その修学旅行で子供は死んだいかん亡くなったらいかんから、もう事態をまあそれのこと自体もう興味アウトなんやけど、まあただその子供をね守るために命をね張って、その服を脱いだりとかいろんなことをされた先生がいらっしゃるっていうことに対してはね、僕はその全てをこう先生に望んでええのかっていうことはあるけども、そういう気概っていうんかな、そういうのやっぱり先生方にはね、ぜひともこう持っていていただきたいって思いますよね。やっぱり先生は、まあね、まあ命張ってでも子供守れっちゃそれは言い過ぎなんやけど、そういうことはしていただければええなと。確かにね、今なんやモンスターペアレンツやとか言うてね、もう決体なもう因縁つけてくるような親も行さん、いらっしゃるっていうふうに気はするんやけどね。先生もやりにくい時代になったとは思うんだけれども、なんかそういうね気概は持っていただけたらなっていうか、まあもともとこのニュースであるものすごいね、こんななんかわいせつ行為した教師がもう一回元へ戻ってくるなんてもう絶対ありえんからね、絶対ない、ありえん、そんな絶対そんなまた同じことしょるって、捕まらん方法を覚えてね、まあそういうね、ニュースが5月からのニュースでございました。じゃあ続いて、6月はどういうニュースかと言いますとですね、6月は、陸上男子100メートルで、山形亮太さんが日本新記録、100メートル9秒95やって、早いな、想像できへんな。ゴルフ全英女子オープンで、笹尾選手が優勝やとか、河合克行元法相がですね、買収容疑で実刑判決受けるとか、千葉県の八街市で児童の列にトラック突っ込んで下校中の5人が死傷するっていうような悲惨な事件も事故もありましたね。その中でちょっとお話をしようかなと思ったのが、最後に言いました、この八街市で児童の列にトラック突っ込んで5名亡くなったっちゅう、5名の死傷者が出たっちゅう話ですが、まあ先ほどのね、あの先生は生殖やっちゅうことだけど、まずねこのねトラックの運転手ね60歳なんですよ、還暦、ほんでねアルコール反応出てるんですよ。もうこれはもう根本アウトやんな、まず飲んだら乗るな、飲むなら乗るな、言うな、幼稚園でもしとるっちゅうね。それをね、還暦超えたおっさんがもうアホちゃうか、言う。ほいで、子供の列に突っ込んでですよ。幼い子供の命取ったあかんで、そんなもん、ありえん。そらね、この、まあ、お子さんね、そのやつ、そいつのが原因でね、こう、亡くなったお子さんのご両親のね、もうそら悔しさとかはね、まあぶっちゃけてて俺はもう察するにあまりありますよね。それはまあ即刻死刑にしてくれと思うでしょう。まあこれあくまで僕の意見ですわ。僕やったら間違いなくそう思いますよね。そんなやつはもう悪いけども即刻死刑やと。なん
酒飲んでトラック乗るなんて言うたらもう刃物を持って振りましょみたいな話ですよ。まあありえへんわな。ただね、まあ、ただその裏側にあるものっていうのもちょっとやっぱりネットなんかではあってですね、まあ、この運転手はもう言語道断、僕はほんまに死刑になってもいいと思いますよ。悪いけど親の気持ちになりゃ。ただね、このねドライバーが行ってた会社にその電話とかね批判が殺到したんですって。これね、怒る気持ちはわかる、わかります、もちろんそれは頭くるし、そのおっさんに文句言われるんだから、おった会社ですら、その会社も監督不行き届きっていうこともあるでしょう。ただね、その会社にはね、こう真面目に働いてる人もいてるんやね。そのね、業務妨害してまでね、どんな電話するんだろうな、アホとかね、それはむちゃくちゃな電話する人きっといてるでしょう。今日日ね、あの少数派なんやけど声でかいみたいな人両方さんいてますからね。ただまあそんなね真面目に働いてる人もいることはね、ちょっとは想像せんなあかんよなっていう気がしますよね。これね、今ねちょうどねテレビでやってる真犯人フラグっていうねドラマあるんですよ。もうこのね説明しだしたらまた長なるから、このドラマの説明しませんけどね、これねかなり面白いドラマです。ここにもね、そういうね、今のこのネットで起きてるいろんな様とかいうのがね、なかなかね巧みに描けてて、なんかこう面白いです。これぜひね検索してみてください。真犯人フラッグ、面白いドラマですんで。ということで4月から6月のニュースでございました。ヤジウマストリートパイロット版。はい、続きましては7月から9月のニュースをお知らせをいたしますけれども、まあ7月と言いますと何があったのかというと、静岡での土石流ね、熱海で土石流でたくさんの方亡くなりましたね。死者行方不明者27人、ひどい事故でしたよね。てかもう映像で見る限り怖い事故でしたよね。そして都議選が行われて自民党が第一党になるけれども、自公での過半数は取れませんでしたっていうニュースですね。そして東京五輪、ね、原則無観客ですけれども開催されましたというニュースになります。その他は照ノ富士が横綱昇進とかね、なかなかそういうニュースもありましたね。奄美、沖縄、北海道、北東北が世界遺産に登録されましたよとか、福岡の仲間で保育園児が送迎バスの中でですね熱中症で亡くなってたとか、まあいろんなニュースがあったようでございますけれども、まあやっぱりねここでは東京五輪のねお話をちょっとしたいなと思うんですけれども、1年延期をして迎えた東京五輪ね、無観客でしたけど、まあ盛り上がりましたよね。まあ賛否はありました。もうやめるべきやいうね声の人もたくさんいたし、まあただこうね、なんかいくつかねこうちょっとこう文句言いたいことがあるんで言いますけどね、どういうことか言うとね、まずね、あの開会式はどう思われました？開会式ね結構ねどんな演出かなとか思ってね楽しみにしてたんですけど、どうやろうな、まあ、開会式でよかったっつったら、今年亡くなられた杉山浩一先生のドラゴンクエストのテーマがね、入場で流れたって、あの時は良かったですよね。なんかこう、日本やなーいうね、あの曲、かっこいいですよね。で、地味でしたけど、あの、パントマイマーの人がね、ピクトグラムを3人ぐらいでね、パパパパーと演じて、あれテレビではあんまり言うてなかったんですけど、あれ同じようなのが上空でドローンでもやってたらしいんですよね、ピクトグラムね。それはねなかなかすごかったなということなんですが、まああとなんやろね、あの NHK のアナウンサーが台湾のことを台湾って呼んだっていうので、台湾の人が喜んだっていうね、これはええことやと思いますね。チャイニーズ台北じゃなくて台湾っていうふうに言った、まあその会場ではチャイニーズ台北って言ったんですけどね、 NHK がそう言ったと。ただまあなんやろな、
そういうことはなんかこう、あえてええとこって言うとそういうところになるんやろうけど、なんかこう、ちょっとだらだら長かったなあいう気がしますよね。でね、昨日ね、たまたまテレビでね、マツケンサンバやってはったん見たときに、やっぱりね、ふっと思ったんやけどね、これはやっぱオリンピックでやるべきやったなと思いました。あれ、マツケンサンバめっちゃいいじゃないですか。なんかね、こう、今年のそのオリンピックの開会式の演出なんかね、なんかね、こう、日本ってかっこいいんだよとかね、センスいいんだよみたいな、なんやろ。なんかまあ、姑息言うたら怒られるかもしれんけど、なんかね、こう、そういうのを褒めてもらいたい匂いがプンプンしたっちゅうんですか？ほら見てみーな、先生やろ、みたいなね。そんなんちゃうんやなと思いますよね。なんか、もう、ド派手なね、金のあの着物着たマツケンサンバいいじゃないですか。あれやったらね、ほら、世界中から来たアスリートも盛り上がりますよ。もうなんなら踊る人何もでもいたでしょ。あと全世界で見てるそのテレビのね、お茶の間で見てる人たちだって、おお、日本、ええじゃん、お祭りじゃん、みたいなね。こう、観客が入ってへんからこそ、ああいうなんか僕はド派手でノリのええことをやってね、お祭りムードを盛り上げるみたいな、こう、演出がね、あってもよかったんかな、いう気はしますよね。まあ、あと、文句って、それは別にオリンピックに文句あるわけじゃないけど、オリンピック始まってからでもね、なんかもうその、オリンピックは、なんか、コロナの蔓延を、助長するからやめるべきや、言うてた人らいてましたよね。なんちゅうの、もうプロ市民っちゅうの、なんかね、その、こう、会場の周りでね、デモしたりね。でなんか花火上がった時みんな写真撮ったとかいう話は動画撮ってましたみたいな聞きましたよね。とかね、なんか某政党ね、もう始まってんやっちゅうのに反対や反対や言うてね、これその人らどういうテンションでこうテレビ見てたんやろね。なんかもうその精神状態がよう分かれんわ。そんもう始まってんやからね、もう企業でもそれもみんなその無観客でやってんやからね。俺は別にもっとお客さん入れてもよかったと思いますけどね。だから、それをね、なんかずっと反対や言うてた人らがおった割にね、思うのが、この今のよ。今のこの、次のね、北京オリンピックのこと、なんも言えんでしょ。だって、まだあれでしゃん、あれでしゃんって、オミクロン株がどうやとかね。言うてるし、で、おまけにジェノサイドやっとるんですよ。あ、この、チャイナっちゅうところは。それの反対せえへんのかいと。そら、ウイグル民族のね、弾圧とかも、その、コロナプラスやからね。それ黙っとって、日本でやったオリンピックだけ反対するっちゅうのは、まあ、意味が全く分かりませんよね。っていう、まあ、7月のニュースでございました。で、続いて、8月は、新型コロナの変異株が猛威って、この時の変異株って、デルタ株っていうやつなんですよね。で、あと、名古屋の入管で収容されていた女性が、死亡してですね、局長らが処分されたとか、東京パラ、ですね、東京パラオリンピックが開催されましたよとか、工藤会のトップに福岡地方裁判所が死刑を判決したっていうのはね、ことがありましたけれども、まあやっぱりこの中で、で取り上げたいなと思うのはやっぱり東京パラ、ね、パラリンピックのことでしょうか。あのね、パラリンピックってね、残念なことながらテレビでの中継なんかほとんどやってなかったから、NHK でちょっとやってたんかな。衛星とかでね、ネットなんかで見ましたけどね、僕印象残ってんのはね、車椅子バスケットなんですよ。あのね、車椅子バスケットの選手の皆さん、まあ最終的には確かね、確か銀メダルかなっていうね、素晴らしい成績をね、残されたんですけど、このね、選手の皆さんが、あのね、試合前にね、国歌斉唱されるんですよ。君が代歌ははるんですよ。で、こう、車椅子で、に、こうね、座っておられるから、まあ、腕組めませんよね。タイヤも横にあるし。そやから、こう、それぞれの、こう、片腕だけをお上げになって、
隣の選手の肩に片腕を乗せるっていうような、ポーズでですね、君が代をね歌われるのがねかっこよかったんですよね。もう間違いなくそれにね声を出して歌っておられたっていうのがね分かる感じでね感動しましたね。だからねこうついついその試合を見てしまうんだけど、これなんなんやろうな、日常茶飯事でされてるんだろう、いやねされてるんやろうと思うけど、こう例えば敵でねファインプレーした選手がいてたら、その、ね、選手をね称え張るんですよ。これとか敵の選手ね、バスケットだけど車椅子をお座りになってね、お乗りになってからバーン当たった拍子にやっぱりひっくり返ったりする選手たくさんいてるんやけど、ただやっぱりね一人ではお立ちになりづらい、それをねやっぱり相手の選手が起こしてねあげる、手伝ってあげるっていう姿がね、なんやろ、めっちゃかっこええなっていう、なかなかねそういうの見れないですよね。国歌を歌われるっていうことだけでも感動なんだけど、そういうね相手の選手とかねいろんなものに、ね、敬意を払われてるっていうのがねとってもよく分かってね、僕は今回のオリパラいろんな、ね、あの名試合もあるし、素晴らしい、ね、お体が不自由なのに頑張ってる選手たくさんいらっしゃいましたけど、特にこの車椅子バスケットは印象に残りましたね。でね、その車椅子バスケットの選手たちがそうやってんのを見た時にね、まあまあこれはどうかな、言うていいかな、まあ僕が気になったのはね、あのオリンピックのサッカーの女子がこう言うたら片膝をついてね、人種差別にまあ言うたら抗議するポージングをね、結構まあ他の相手のチームの方もされるんだけどね、なんかねちょっとね違うねっていうか違うなっていう気しましたよね。人種差別にね抗議しはんのはいいんです、全然問題ない、当然ね人種差別なんてあったらあかんねやから、ただどうやろうな、そういうスポーツの場なんかで主張するのは僕はちょっと違うかなっていう気がするよね。やっぱりこう正々堂々とねやっぱり戦って、そこでその凄さなり勇気なりそういったものをやっぱり見せて感動を呼ぶと、でそこには人種差別なんて当然ないんだと、みたいなねことが訴えてほしいなって。だからちょっとあの片膝をつかれるポージングに関しては違和感ありましたね。なんかこのね車椅子のバスケットのね選手なんか見てるってるとね、こう余計になんかちょっとこう、あれなんかなかったよかったのになっていう風に思い出したような気がいたしました。ということで8月のニュースなんですけど、9月のニュースはもうでもだいぶ忘れてきてるよね、9月なんてまだ最近ないけどね、はどういうことかというと、デジタル庁が発足しました。何やってんだろうね今ね、よく分かれへんけどね、菅首相が退陣を表明をされましたと、ゴルゴ13の斎藤隆夫さんがね亡くなられましたとか、横綱白鵬が引退されましたとか、自民党総裁に岸田さんが、そして首相になられましたと。で、新型コロナの感染者数が、減少してですね、緊急事態宣言が半年ぶりに全面解除されたということなんですけれども、まあ、ここでちょっとね、お話ししようかなと思ったのは、やっぱりこの新型コロナの感染症が減少してですね、緊急事態宣言解除っていう、半年ぶりに解除っていうことなんですけど、このね、こう、初めて、緊急事態宣言が出た時はね、もう街から人いいひんようになってましたからね。これはなんか日本でえらいことが起きてるなとか、これはもう、人歩いてへんから、そんなバンバン流行ることないやろなっていうのが見て取れるほど人いてなかったけど、この最近なんか、ほんまに緊急事態宣言してんのみたいなね。別に人で変わるわけでもなく、車の量、全然減ることもなく、ね、ちょっと違う言うたら、酒飲めなくなりましたとかね、食事夜ね食事しづらなりましたとか、なんか要はこう飲食店だけがなんかえらい目に遭うてはるみたいな、ね、飲食店いじめかいみたいな
気になるような緊急事態宣言でしたよね。まあ、コロナのおかげでね、だいたい生活環境がガラッと変わってしまって、こう、まあ、本当に飲食店業界の方には気の毒やと思うけど、夜飲みに行く習慣がやっぱりだんだん薄れていってるっていうんかな。ねえ、どうやろう、最近こう夜、な、ちょっといっぱい行きましょうか、いうのも、少ななってるんと違いますかね。うん、この間ね、久しぶりにね、東京出張行ったんですよ。でね、緊急事態宣言が、まあ言ったら解除されてたから、久しぶりに東京行やしね、東京に友人何人かいるから、ちょっと久しぶりに飲みに行こうぜって言うて、連絡したら、どういう答えが入ってきたか言ったら、今ね、オンラインで仕事してっから、悪いけど、飲みに行くだけで東京まで行くのはな、ちょっとしんどいよな、なんでごめんっていう回答がね、ほとんどでしたわ。だからね、もう今東京の皆さんね、会社行ってるんですよ。オンラインで仕事してる。それだけ見ただけでも、ほんま飲食店の皆さんっていうか大丈夫かと思いますよね。なんかね、こうビルの空き家も目立ったような気がしますよね。なんかほんまコロナでちょっと世の中変わりましたよね、っていう風にこう感じる7月から9月のニュースでございました。ヤジウマストリートパイロット版。はい、ということで続きましては10月からのニュースなんですけれども、10月はどんなことがあったかというと、あ、真鍋修六氏にノーベル物理学賞、日本人優秀やね。ただこの真鍋さんってあれなんですよね、確かもうアメリカに帰化してはったんですよね。まあまあまあ、それと人間国宝の柳家小三治師匠がお亡くなりになりましたと。そして雅子様、小室圭さんの結婚と。沖縄に軽石が大量に漂着して政府が対策会議を開いたと。で、衆議院選で自民党が単独過半数を獲得したと。で、電車内での無差別殺傷事件が相次ぐという10月のニュースだったんですけれども、まあ、ちょっとね、ここでね、あんまり俺話題にすることなかったんですけど、ちょっと言うときたい、言うときたいなってが思うのが、その、眞子さまと小室圭さんの結婚。まあ、まあ、ぶっちゃけて言って、ぶっちゃけて言って、どうでもええ話やと、どうでもええ話やと思うんやけど、なんかね、こう、悶々としたものを感じる結婚でしたよね。これ、ま、僕だけの感想ですけどね。まあ、僕の感想で言うと、もう雅子様やられたなみたいなね、印象じゃないですか。ちゅうかね、これどう考えてもね、悪いけどやっぱ小室さんおかしいよね。普通ね、そのこう大学行ってね、皇室の人は引っ掛けんちゅうね。これあれでしょ、もう、小室さん、ね、浜辺の何やらとか言うて、まあまあ、モテたかどうか知らんけど、あれなんでしょ、もう、いきなり、雅子さん引っ掛けに行ったんでしょ、こら、違う、もう、それだけでおかしいもんね。これね、例えばもう、いや、もう、引っ掛けに行っただけでアウトっていうか、おかしいんやけど、例えばね、純粋に、こうね、一緒に、こうね、まあ、同期のね、女性で可愛らしい人やなと、素敵な人いてはるな、まあそれが眞子さまでね、素敵な人やな、何かの機会があった声かけたいなと思ってたとしましょうよ。今思ってたとね。せやけど、あの人秋篠宮殿下の娘さんやでって分かったら、それは悪いけど近づかんって。それこいつ多分分かったって引っ掛けに行っちゃったよね、これ。もうそれだけでおかしいでしょ。っていうか、それだけで下心あるでしょと思われても悪いけど、しゃあないわ。下心あるか、なんかどっかおかしいか、どっちかやもん。いや、これごめんね。これあくまで今年還暦を迎えたおじさんの試験やからね。もう僕の意見が万人の意見やとは、もうこれっぽっちも思わへんやけど、思わへんやけど、こんなおかしいよね。皇室は引っ掛けにいかんわ。ねえなあ、こう、まあ言うたらね、まあ、それで、こう、い
ろんな経験してね、あの人好きやけどなんかちょっと住んでる暮らしが違うねみたいなねことで、告白もすることなく一人で諦めていくみたいなね、そういうことを積んで立派な男の子になっていくわけですよ。ちょっとおかしい、ちょっとおかしいかもしれんけどね、そういう経験なんで。だけどこいつってこいつね、まあええやこいつで、ね、こいつ諦めるいうこと知れへんかったよね。お、やっぱおかしいわな、どう考えてもあかんわ。まあそれで言うとね、こうで皇室やいうことを分かってても一歩も引けへんこの一階の庶民がやでって、まあそういう言い方をしたらあかんやろうけど、あかんとは思うけど、こうこれ何遍も言いますけど、今年還暦迎えたおっさんの意見やからね、やっぱりね、分相応っちゅうもんがあるんですよ、世の中には。ぶっちゃけて言うけどあるのよ。引かんなあかん時は引かなあかんねって、それ一歩も引けへんかったっちゅうのがまあ信じられへんし、それが素敵やと思わはったんやろな。まあ、そんなこと言うやつ絶対売れんもん普通。まあね、ただその反面ね、なんやろ、そのこうあいつはあかん言うてどうなんやろな、言わはったんかな殿下も。その辺はね、全然漏れ伝わってけえへんから、まあ普通やったら絶対あかんって言うてるよね。だってで、まあね、その週刊誌やマスコミが言うことやからどこまでほんまかわからへんけど、まあ言うたら何やろ、もうその疑惑の総合デパートみたいな家族じゃないですか、この家族ね。なんか亡くなって不審な亡くなり方してる人も親戚にたくさんいてるとかいうことやしね、そりゃ止めるであかんと、あいつだけはあかんと、少なくとも俺やったら言うてるよね。俺の娘があんな人連れてきたら、もう頼むからあいつだけは諦めてくれって言うよね。それはどうなんやろな、言わはったんかな。まあ逆に言うと、その皇室やからいうことでね、言いづらいことも終わりになったっちゅう気もせんでもないんですよね。その憲法とね照らし合わせると、何その成人した男女の結婚をね反対する理由はないみたいなこともおっしゃってましたからね。こらほんまもうお父ちゃん泣いてはるで、お父ちゃん泣いてはるおってんかやけどね。なあほんまに、まあただまあこうなってもうたら、まあ結婚しはってんやからね、まあこっから先どうなるかよう分かりませんけど、うん、僕はちょっと怪しいと思ってるけど、それは置いといて、まあね、せっかく結婚しはったやからね、まあどうぞお幸せになってくださいねとしか言いようがないなというふうには思います。ということで11月のニュースはですね、長嶋茂雄さんに文化勲章が与えられたということですね。あと作家の瀬田内寂聴さんがお亡くなりになったと、東芝が会社を3分割されたとか、藤井聡太さんが新竜王に最年少でなったとかね、大谷翔平さんがメジャーの MVP に輝く、これすごいよね。中3男子が同学年の生徒に殺されたとか、ヤクルト20年ぶりに日本一になったとかね、これ11月やから、あれやな、多いな、記事。まあ、その中で、11月ね、僕は何を、ね、こう、話したいなと思ったかというと、やっぱ大谷翔平さんですよ。あの人はやっぱすごいね、大谷翔平さん。MVP ですよ、日本人で。メジャーリーグでね。まあ、大したもんや思いますわ。それであれなんですよね、この日本政府から国民栄誉賞をどうぞって言われたんやけど、辞退しはったんですよね。国民栄誉賞を言ったらあれですよね、その日本国民にこう大きな感動を与えてね、あふれんばかりの賞賛を受けた個人とか団体に与えられるということで、なでしこジャパンとかも元ありましたよね。これ多分ね、もともとね、王監督ね、王選手が、ホームラン世界一になった時に設けられた賞なんですよね。だからまあ、野球人が作った賞やから、まあ当然大谷翔平選手なんかもらう権利はあるんだけど、
まあ、まだ早いですということでお断りになったんですね。これお断りになった野球選手というと、あの人、名前どうでした？あ、そうそう、イチロー選手ね。イチロー選手もそうですよね。イチロー選手、多分ね、あの人はね、何回も打診されてるんですよね。何回も打診されて、で、例えば今回の大谷選手みたいに、現役の時はまた僕は現役でプレーしますから、必要はございませんと。まだ分相、先の話だけどね、分不相ですと言うて断ってはったのが、その引退でも、あげようっていう話になった時に、まだその時期ではありませんっていうことでね、受け取られてないっていうのは、なんか、こう、なかなかやっぱり、かっこいいですよね。なんか、かっこいいというか、こう、自分の力だけで、こう、なんていうかな、その、道を切り開いていった人たちやから、なんやろ、そんな、お上がね、一方的に、はい、あげましょう、みたいな。そんなん、別に、いりません、と。っていうことなんでしょうね。そのね、なんか国民に感謝されてますよっていうようなことはええんやけど、なんやろね、そんな別に国から褒めてもらうようなことはしてませんみたいなね。多分、そんな感覚なんでしょうね。その大谷翔平選手も、イチロー選手もね。まあ、立派なもんやと思いますよね。もう、まあ、大谷翔平選手なんてね、まあ言うてもその世界最高峰の大リーグで MVP もうたんですかね。そのアメリカにね、その国民栄誉賞みたいなもんがあんかあるのかどうか知りませんけど、ほら、もらう可能性っていうかね、どうぞって言われる可能性ありますよね。まあ、ただ、なんやろね、なんかそういうもんに興味がないんやろね。例えば大谷選手なんかは、まあ、イチロー選手もそうでしょうね。だから野球にね、こう夢中になってる、こう、彼らなんかはこう、そういうね、誰かがあげましょうというような賞よりも、やっぱりこう、スタジアムでね、特大のホームラン打ったりね、大谷翔平やったら、すごい剛速球のね、投球してね、俺でもう狂気乱舞してる緩急の拍手、ブワー受けてる方がよっぽどやっぱり嬉しいんでしょうね。もうほんま、かっこええな、というふうに思います。ということで、11月のニュースなんですけれども、1年のニュースを振り返りますと言うたんですが、僕も今ふと気づいたんですけど、読売新聞の今年の主なニュースっていうので、ちょっと、ね、ニュースをかいつまんだもので、僕いろいろお話しましたけど、12月で、まだ12月中やから、ないんですよ。12月のニュースが。だから多分もうちょっと、末にならんと、12月の振り返るニュースっていうのは出てこないんでしょうね。まあ、そんなことでですね、一年をさっと振り返ってみました。ヤジウマストリート、パイロット版。はい、ということで、お届けをいたしました。ヤジウマストリート、パイロット版第22弾はいかがでございましたでしょうか。まあ、さーっとなんですけども、2021年のね、12月を除くでしたけれども、振り返っていったわけですが、僕的にはですね、やっぱり還暦になったっていうのは大きいですね。今年の一番のニュースやと思います。そしてまあ、それをきっかけにですね、YouTube ラジオね、ヤジウマストリートを始めたっていうのが、今年の大きなニュースではないかなというふうに思います。ですので、ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いしたいと思います。なかなかね、100にならへんのですよ、チャンネルのご登録者数が。まあ頑張ってね、1000を目指してるんですけれども、ぜひともよろしくお願いします。ということでですね、クリスマス特番ということでもないんですけれども、集まれ動物の森のスタジオからお届けをしていたわけですけれども、いかがでしたでしょうかね。もうね、このスタジオ作るのね、結構ね大変だったんですよ、これね。まあその苦労話してもしゃあないんやけどね、これね、僕の持ってる任天堂スイッチが、任天堂スイッチライトっていうやつでですね、画像の出力ができんっていうことが、作った後で発覚しましてですね、ほら、どうして画像を出すんだっちゅうようなことをすったもんだ、やった結果、なんとか抜き出すことに成功したわけなんですけれども、どうだったでしょうか。
ということでですね、矢島ストリートのテーマソング、少年の夏は今、少年クラブの皆さんのですねライブバージョンの演奏で本日も締めくくりをさせていただきたいと思います。おかげさまでですね、本年最後の放送になろうかと思います。本当に1年間どうもありがとうございました。まあ実際にはね7月から始めたんで1年間ではないんですけども、ありがとうございました。お付き合いいただきまして、それでは次回の新年になりますけれども、 YouTube ラジオ矢島ストリートパイロット版の23弾でお耳にかかりたいと思います。それでは皆さん、どうか良いお年をお迎えください。それではさようなら。涙が